俊一たちは頑張ったぞ、偉いのだ。ああ、トーマ君頑張れなのだ。オーケー、どうしたのだ。違うのだ、トーマ君は怒ってるんじゃなくて悲しいのだ。お願いです、私を弟子にお加えください。洗濯私がやります。マッサージやります。便所掃除やります。エッチな本鑑賞。それはちょっと、こういうのない。余計なことしやがって。うわ、それが分かりゃ随分違うぜ。だがフォームの違いも癖もない。こんにちは。メタルファイターでもありゃなんとかなるかな。あるにはあるけど、バロンが荷台に。バロンあるんだな、メタルファイターが。よし、あとは俺に任しとけって。借りるぜ。これでよしと。こういうのもうやめにしません。太陽は一段と黄色いな。お見事。ジョーカーからの連絡が入り次第、問題ない。全て計算済みだ。ああ、こんにちは。あなた確か新聞社の人ですよね。どうも。いいでしょう。たくさん買ったんだ。よく切れるよ。昇竜に何かしたら許さない。俺は昇竜の真なんだよ。俺は荒野が好きだよ。けどそんなに血の匂いがしてちゃ荒野のそばにも寄れない。そのために誰を殺してもいいのか。こっちの闇、お前がさっさとターゲット始末しないからこんなことに。余計なおばさんを仕置きだ。カバさんの粘液はカモとかしそうだ。それってさ、やっぱ俺のため。そうなんだよ、親父俺に負けねえくれってやつなんだからな。マイクは横たわるナンシーのスカートに手を。そうかもしんないけど、どうしておめえ。でもさっき失敗してたみたいだったぜ。わかった。デコ君、今回は君に任せるとするぜ。痛い目見るって言ったろ。ビシ。何しやがった。お願いできますか、日下部さん。名古屋千秋君でしたね。あなたのお父様から。ここまでで何か質問のある方はいますか。フレガンスからせしめてきたってのに、なんで肝心のジパングの宝の地図が。トムが間違って食っちまったんじゃねえか。地図ってうまいのか。こらえ、草木向こうだ。他の山賊村に探しに行くぞ。ここの風は元気がいいだな。いい島だ。やべえ、遅刻だよ。よかった、そしてまだか。おい、やくびだな。なんだよこれ。この魚美味しいよ。父さん食べないの。そうか、俺はダニーボーイ。いや、
ボーイは余計だ。ダニーだけだ。ウリー。良いのか。ああ、どうせこれは俺の分じゃねえしな。この泥棒が。どうした、ジジイ。ボーイがついてねえじゃねえか。まだだ。まだ守備がある。任せろ。キャッチマッチ。すごい。キャッチングのヒーローになってやる。はあ、来た。おいで。早く。こっち。後ろついてきてるね。行こ。こっち。こっちだ。こっちこっち。寮長の大徳寺だにゃ。授業では錬金術を担当している。よろしくにゃ。小さいことは気にしないのにゃ。やめられない、止まらない。キュラキュラ。こんな楽しいことぶっちゃけ他のやつなんかにやらせるもんね。キュラ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 。探してたんだ。ケロロ正体なんて大したことないじゃん。っていうかおバカバカ。本番はいよいよこれからだよ。原始的だけどペコポンにもネットワークがあって助かったよ。中途半端に文明化している星が一番困難だよね。人力飛行機の機関部なんだ。ほら、翼と胴体は別のところで組み立て中なんだ。この夏休み中に飛ばすんだぜ。僕がパイロットで。ブーン。自転車漕ぎすぎたんだ。待て。ふうん、ひだこらしいよ。どういう意味だよ。あ、いや、ごめん。だからそうやっていちいち謝るなよ。ごめん、あれ。勇者ハックと妖精 D がゆっくりと目を開けると、そこには、ん？あ、寝ちゃったのか。ミノルにしては珍しい本を選んだよな。セアスタロンピー、泉の里からやってきた花の精フランクランピー、プリキュアダイヤを使うランピー、ジレッタランピー。元に戻った。思い出すランピー、5年前ランピー。すみません、遅れました。今日から転入してきた泉くんだね。はい。今まで今朝自殺した女性との見送りをしてきました。泉瀬名と言います。よろしくお願いします。彼女ができるおじゃん、もう一杯。ったく、このラーブル女野郎が。あ、お前は贅沢すぎて感覚が麻痺してんだよ。弟くん、いいなぁ、羨ましすぎるぜ。俺だって濃くしてないのに。なになに、アタルくんはいいの。俺が篠原の。そうですよ。なんで俺が。ちょっと待てよ。うちまで送るぜ。真っ赤な太陽と。さっさとかかってまいれ。おーい、誰かいないのか。はい。なになに、忍たまのしんべヱにまで無視されてしまった。もう一度真剣で戦わせてください。なの気にしないで抜けって。ほら。特別にお前だけに見してやってもいいよ。見たい。いやー、もうぜひ。あゆみが協力してくれたら100人力だよ。愛されるといいな、コーダルリコ。おばちゃんらしい。ぼ、僕は山田太郎。フランクに山田と呼んでくれたわ。で、君のお名前は。いやー、奇遇だな。ぼ、僕もさ、恋に行ったりサッカーしたり、まあ、うわ、
何なんだよこれ。俺まだ15歳だぞ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。月下の淡い光の下でお会いしましょう。失礼。こんなにしなきゃ。で、今お尻触ったでしょ。いや、触ってねえよ。よくないわよ。早乙女流2代目早乙女ランマ。ちょっとカバン持ってて。あ、待てよ茜。おめえがどこ行こうが俺の知ったこっちゃねえが、こいつとだけはやめた方がいいんじゃねえか。ふーりふりなんだ。らしくしろこのエロジジイ。勝手に決めるなよ。何すんで。てめえ一体何者だ。言われなくてもしてやろう。風の傷。危ねえとこだ。で、なんであんたまでここにいるのよ。うるせえ。それより何やってんだよカゴメ。おいお前本当に大丈夫か。お座り。だからこの線香玉を使えばしばらくこいつらの目は見えなくなる。そういうことだ。目をつぶれのに。俺の名はキャプテンウソップ。どんな手も何も俺は元からネガティブだ。相沢さん、北村家は今テレビ見てますか。フィアンセの死の翌日から彼女も消息がわからないそうです。悪人を出さなければ罪の軽いもの、罪のないものでも殺す。全世界の人間が人質だ。悪いのは私じゃない。私に逆らい悪人を隠す。お前らが悪だ。お前らな、人の話を盗み聞きしてんじゃねえ。あ、待ってよ蘭姉ちゃん。はあ、いや、その人が人を殺す動機なんて知ったこっちゃねえが、人が人を助ける理由に論理的な思考は存在しねえだろ。だー、うっせえな。一回鳴らしゃわかるっつーの。警察も探偵もいらねえ平和な世の中になってるっつーの。バーカ。誰だよカノって。